はい、こんにちは、まーちゃんねる前原です。今日はこちらですね。うん、仮面ライダービルドのバイク変形デラックスビルドフォンです。ということで、劇中にも登場する携帯からバイクに変形するビルドフォンが登場しましたね。はい、早速開けていきましょう。うん、はい、こちらがビルドフォンですね。うん、スマートフォンみたいな感じのデザインになってるんですけど、うん、で押せるのはここのボタンだけだね。あ、うん、ここだけボタンになってます。はい、他はボタン機能しないですね。うん、これ当たり前なんだけど、後ろはこんな風になってますバイクだね、うん、バイクが隠れております。はい、はい、そしてこちらにはライオンフルボトルもついてきてますね。うん、この部分にデザインシートがありますので、ちょっと取っちゃいましょう。はい、取れるかな。取れた。うん、そしたらこの時点で押してみようか。うん、あ、電話鳴ってんだこれ。ああ、もう一回押してみて。これは桐生千斗、仮面ライダービルド。おお、ちゃんと声鳴るんだね。やっぱ俺の発明品は最高だ。声の法則は決まった。さあ行こうか。声聞こえるかな。ちょっとちっちゃかったかな。うん、おお、あ、これで一周だね。うん、ビルドフォンからマシンビルダーに変形するためには、まずフルボトルをここに装填するんだって。お、あ、音なんないのこの後輪が出るんだね。うん、はい、そうだね。そしたら画面をまず折りたたむ。はい、これくるりと回転させて、うん、こいつこいつこいつ、この部分をそう前に出すんだけど、この時に車輪が引っかかっちゃうんで、この車輪を後ろに倒します。で、おっ、ちょっとまだ変形途中だけど、うん、で前輪のタイヤを出して、こうハンドルを回転させて、これで完成。おだね。うん、マシンビルダー自体はこんな感じの造形になっててかっこいいよね。うん、バイクとしてはすごくいいと思いますね。うん、ちょっとね、ここがやっぱ携帯が元だったから分厚いんだけど、うん、それ以外はバイクとしてすごくかっこいいと思います。確かに。うん、後ろのね、この太いところもね、いいしね。ここのギザギザのところもいい。あ、そうだね、歯車感じだね、かっこいい。で、この状態でもボタンが押せますね。うん、これがボタンになってます。お、押してみてもらえる。うん、これは桐生千斗、仮面ライダービルド。こっちの音が大きい。うん、おー、マシンビルダーの音になってんだね。うん、やっぱ俺の発明品は最高だ。あ、同じなのこれ。うん、携帯と一緒かな。なるほどね。ビルドフォンの時はちゃんと携帯の音楽が鳴って、うん、マシンビルダーの時はバイクの音楽が鳴るわけだ。あ、で、セントのセリフは一緒だね。うん、で、ここに置いてあるボトルチェンジライダーシリーズをこう載せることができるんだけど、ちょっと残念な感じになっちゃうみたいなんだけどね。うん、載せてみようか。はい、はい、ということで、ラビットタンクフォーム載せてみたんだけど、どうですかこの感じ。姿勢が正しいライダーになっちゃって、すごいよね、こうすごい姿勢いくね、これ。こう、ほら、ピンと背筋伸びてるね。笑っちゃうほど。これはさ、ちょっと見習わないといけないんじゃないの。いやいや、姿勢を良くしてやろうか、うちらも、うん、姿勢を良くして、ビルドらしくね、姿勢を良くして、こうやってね、うん、これから動画撮んないといけないよね。いや、大変じゃない。大変だよね、これね。うん、こんな感じで遊ぶことはできるわけだね、転がしてね。はい、お、これ立つのね。うん、あ、ここ分厚くてよかったね。あ、そういうことか。分厚いから実質のね、うん、スタンドいらずだこれ。そうだ。ういいね。はい、ゴリラモンド乗せてみました。こんな感じだね。うん、はい、右手がぶっといんで、右手では握れないので、うん、左手だけでこう掴むんだけど、ちょっと不安定だねこれね。うん、はい、続いてホークガトリンクだね。うん、羽があるのにバイクに乗る。でもこれが一番かっこいいかも。うん、ちょっと斜めだけどね、ビルドが。うん、おーととととと、みたいな感じになっちゃって。確かに。ニンニンコミックも載せてみました。うん、あ、色合い的にはいいかもね。うん、うん、では付属してきたライオンフルボトルと、あと掃除機フルボトルで音声聞いてみましょう。はい、最高ライオンクリーナー。
はい、ということで今回は仮面ライダービルドのバイク変形デラックスビルフォでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それぞれネット登録もよろしく。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。